明治安田 J2 リーグ。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間は清水エスパルス対ヴァンフォーレ甲府、こちらをご覧いただきます。現地のコンディションですが、夜になって天候が崩れてきた模様。両チームは雨の中で迎えるゲームです。北澤さん、今日のゲームですがライバル同士の戦いということで非常に興味深いマッチアップになりましたね。どうご覧になっていますか？そうですね、エキシビジョンといってもやっぱりお互いを意識する相手ですよね、はい、その中でいかに熱くならずにプレーできるか、自分たちのプレーをできるかが重要ですよね。なるほど。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。清水はこの試合4-5-1というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね、うん、中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね、うん、次にサイドなんですけども、ウィング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃が主流ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。なるほど、ワントップの役割ですか。まあ、この場合一つは裏に飛び出すこと、もう一つはいかにキープできるかが重要ですよね、まあ、常に相手のセンターバックを背負いながらビルドアップに参加するわけですからね、はい、またそこでキープすることによって上がってきた味方の選択肢を増やすこともできますから、間違いなくキーマンになるでしょうね。なるほど、これは合いません。シュート、いや今のはよく止めましたね。いや、いいディフェンスでしたよね。このファーストハーフ、最初のコーナーキックは清水。ここから打った。シュートはバーの上にそれました。狙っていきましたけどもね、積極的でいいですよね。ちょっと吹かしましたけどもね、この姿勢が大事ですよね。エドワルド・マンシャ、組み立てながら攻め上がっていく。高橋、ここは読んでいました。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか？まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね、序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めてほしいですね。乾から北川、前半16分です。甲府はこの前半まだシュートが打てていません。さあ、カウンターのチャンスになります。北川から乾、乾、ここは競り勝ちます。北川から山原。さて、北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。アダ・ユートンですかね。ボールを持った時の迫力、怖さを持ってるんですよね。ドリブル突破でどんどん相手陣内に切り込んでいくのは本当フォワードとして魅力的だと思います。ゴール前で何かしてくれるんじゃないかと期待を持ってしまうような選手ですよね。そうですね。さあ、今日は得点に絡む活躍を見せることができるのでしょうか。中山、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いけるか。自分で行く、クロスを入れると呼んでいた。乾、いや、これはカウンターのチャンスですね。狙うルーカス・ブラガ、この林田、これはファール、イエローカードが出ました。さあ、誰に合わせてくるか。ちょっと長すぎました。前線へ長いボール、乾から北川、中心ファールを取りました。彼はすでに1枚もらっている。レフリーの注意が入ります。いや、これ注意でよかったですよね。すでに今日イエローもらってますからね。これは狙える距離でしょう。直接、クロスバーの少し上。いや、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。
さあ左サイドへ、うまいですね、抜けてくるカルリーニョス、山原からのボール、いやよくこれ守りましたよね、まあいる位置が良かったんでしょうけども気迫を感じましたね。ここからカウンター早いですよ、ルーカス・ブラーガ、ここはちょっと強引か、甲府カウンターを仕掛けていきます、アダイウトンへ、来たがフィニッシュまで持っていきましたがシュートは枠を外れていきました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。清水、今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。奪い返します。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。さあカウンターだ、いや少しいい形になりかけたんですけどね。宮本、乾へ、甲府としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。これもファウルですもんね。さあもう1枚目のイエローはもらってます。注意に終わりました。いや今注意で済みましたけどもね、もう1枚もらってますからね、危なかったですよね。宇野、高橋へ、原、撫でるようなボールタッチ、アダユートン、このボールをカットします。乾へ、乾から左サイド、カルリーニョス、カルシュート、素晴らしい攻撃だったんですがここでホイッスル、まだスコアレスです。両チーム得点につながりそうなシーンもいくつか見受けられましたが結局スコアに動きはありませんでした。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、このところで好ゲームを演出しましたよね。明治安田 J2 リーグ、清水エスパルス対ヴァンフォーレ甲府、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあ後半スタートです。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。ここでサイドチェンジ、原、アーチのようなパス、ここで受けて、おっとこぼれ球、アダユートン、中山、ここはつながりません。カルリーニョス、カルリーニョスから北川、アダイウトンからピーター・ウタカ、佐藤、清水としては中盤はほとんどスペースを与えないという意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。シュート決まった、先制ヴァンフォーレ、甲府がようやく均衡を破る。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあ甲府先制ゴールを決めました。1対0、この後半立ち上がりでゲームが動きましたよね、はい、欲しかった先制点が入ったので
ここからの時間、主導権を握って自分たちのサッカーをしたいですよね。そうですね。甲府としてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。乾、この位置でボールを受けます。ガルリーニョスから左へ、クロスが上がる、ヘッドだ。北川、頭で合わせましたが、このシュートは決まりません。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり守備していかなければいけませんよね。清水は2本目のコーナー。これはクロスバーのわずかに上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に、あっとこれは危ない。これはオフサイド。両チームともメンバー交代があるようです。後半に入り、そろそろ15分というところ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。まあ、ここで失点はしたくないですからね。相手にしっかり対応してミスが出ないように気をつけたい状況ですよね。上がる。清水としてはこの形を続けていきたいでしょうね。いい攻撃できてますからね。そうですね、流れをつかみたいところです。宮本、裏へのスルーパス、積極的なディフェンス、これはファウルでしょう。イエローカードです。倒れた選手の周りにチームメイトが集まっています。甲府、今のでイエローカード2枚目となりました。竹富、右サイド上がっていきます。高橋、このボールに触ります。甲府は選手交代のカードがまだ手元にある状況です。柔らかいボール、エドワルド・マンシャから縦へ長いボール、カウンターですよ。宮本、いいプレスですよね。矢島へ、またファウルか。両チーム同じタイミングで動いてきます。住吉、ボールを奪いに行きます。つながります。際どいボール、スペースへ、あら、このボールをカットします。
甲府は今の交代であと1回の交代枠を残すことになります。宇野、北爪、右サイド上がっていく、どうだこのシュート。清水としてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点仕上げたいですよね。このスルーパスは通りません。もう一つ前に行きたい。スルーパスを出す。さあ打てるか。おっと、荒木、流れを止めます。矢島へスペースを狙う。縦にボールを入れます。これはチャンスだ。矢島から右サイド、頭だ。来た、追いついた。エスパルス、ここに来て追いつきました。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。長い位置からの守備が良かったですね。やっぱりあの位置を奪えると一気にチャンスにつながりますよね。ナンバー21、さあ、ともに選手交代があるようです。フォワード、二枚替えのようですよ。そうですね、この状況なので、選手交代で変化をつけたいんでしょうね。今日のゲーム、見応えがさらに出てきました。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね、はい、チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方、どうしますかね。北爪、B サイド上がっていく。甲府、カウンターを仕掛けます。北爪、荒木、ここでファールがありました。竹富、ここはカットします。スルーパスを狙う、抜けてくる、外側から攻めていく、シュート、権田のセーブ。いやー、よく反応しましたね。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。この時間帯ですからね、ここはもう全員で行った方がいいかもしれませんね。縦にボールをつなぎます。ここで終了を告げる長い笛。1対1、両者譲らず引き分けで試合を終えます。熱い熱い戦いを終えた両チーム。さあ、終わりました。お互いに相手には好きにはやらせないというライバル同士ならではの際での駆け引きもありましたし、素晴らしいゲームになりましたよね。次の対戦が楽しみですよね。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。